皆さんこんにちは、カズダイダです。カズダイダー、ヤーマです。ヤーマー、はい、ということで今日は日本一の湖がある滋賀県琵琶湖に来ています。琵琶市をするためでございます。もうすぐ春ですね。桜の季節ですね。ということで、そう、まもなく僕たちの映画新カズダイダーが公開されます。なので今日の企画は、琵琶市を八重の代わりにショッカーになりきって50位できるまで帰れまってんというこの企画。それではカズダイダー、ローマちゃん、あの人に憧れて変身いたします。準備はいいですか？はい。ということで変身。シンクロマフラー藤岡博史です。ショッカーだぜ。ということで、ね、僕たち変身が完了したということで、早速ねタッグを組んで仲良く琵琶市してみたいなと思います。それでは行きますか。はい、行きましょうか。行くぜ。琵琶市または八重をあまり知らない人もいると思うので簡単に説明しよう。琵琶市とは琵琶湖一周の略称で、自転車で琵琶湖を一周する滋賀県の長距離サイクリングルートの名所である。なお自転車以外の交通手段、車やバイクを利用して琵琶湖を一周する場合においても琵琶市の名称が使用されることがある。また八重とはライダー同士がすれ違う時にピースやサインや挙手などをして挨拶を送り合うことを言います。以上、カズライダーでした。それでは藤井川博士、ヘルメット装着します。うん、よいしょ。安全に行きましょう。はい、それでは柳ヶ崎湖畔公園を出発いたします。はい、とりあえずですね、道の駅大海母の里まで行きます。来た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 、初1位初1位でございます。嬉しい。はい、1位です。来た来た来た、イエーイ、ありがとうございます。1位でございます。来た来た、イエーイ、ありがとう。3位でございます。イエーイ、広しあのお買い物に行きたいなと思います、ね、物産コルカさざなみさんの方にお世話になっていたいと思います。さあ早速新カズダイダー行きたいと思います。行きましょう。
美味しい弁当買っちゃってきましたよ。美味しい弁当買っちゃいましたよ。新カズライダー、これを食べに行きましょう。行きましょう。お弁当食べましょう。では食客君、いただきます。いただきます。道の駅を出発いたします。レッツゴー。おー、ロードさん手振ってくれてありがとう。イエーイ、ありがとう。え、ありがとう。え、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 カズライダー、カズライダー。え、なんで、仮面ライダー、カズライダー。あー、ありがとう。スポットは菅浦集落に行きます。ありがとう。最高。ありがとう。迫る瞬間、時刻ごとに歌う我らを世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! 輝くマシンライダージャンプ、ライダーキー、仮面ライダー、仮面ライダー、ライダー、ライダー。スポットはメタセコイマ並木牧野ピックランドに向かいます。わあ、バイクのバス行くよ。イエーイ、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 ありがとう。もういいもんいただきました。ありがとう。38、39、40、41、42、ありがとう。嬉しい。わお、メタセコイマ並木最高。ひげ神社あばよー、バイバイあばよー。あ、来た来た、ライダー、イエーイ、ありがとう。イエーイ、やったーついいただきました。44、45位、あと残りは5。イエーイ、イエーイ、ありがとうありがとう46位ありがとうございます。ありがとうありがとう、嬉しい。47位でございます。イエーイ、イエーイ、あー、やってくれたありがとうございます。48位でございます無理やり感がありますけど、いい子ですねはい、あ、来た、バイク来た来た来た、イエーイ、イエーイ、イエーイ、ありがとうピザハットさん、ありがとうもうピザハットさんは様でございます。49ですね。あと1位でございます。1位でございますからね、あと1位頑張りましょう。
もう火は暮れてきております。 GoPro で撮ってると本当はね火明るくなってると思うんですけども、もうだいぶ火は暮れてます。あと1位です。今49、バイクは来るかな。あと 3.3 キロで着きます。さあゴールまであと 3.3 キロで1位をもらえないと本日の企画は達成できません。あと1位、あと1位、ゴールが見えてきました。残る1位、やばい、このままゴールが、ゴールだゴールだ、ゴールに着きました。残念。はい、ということで無事にですね、僕たちはこちらのスタート地点に戻ってきましたけども、なんとあと1位が足りなくて49位のまま終わってしまいました。残念でございますね。あと1位なのに、もうこんだけね暗くなってですね、もういいしてくれる人が本当にいなかった。本当に残念。この屈辱を今度また次回の回で生かせて、よかったら高評価チャンネル登録も忘れずにお願いします。それではカズライダー、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手は藤岡博史です。シャッターです。それではね、またね、バイバーイ。